はい、どうも、てなきですでございます。さあ、今回は、プレミアムバンダイ魂ウェーブ商店限定、SH フィギュア2シャイニングウルトラマンゼロをこちらご紹介していきたいと思います。ウルトラゼロファイト第2部にて初登場した、このシャイニングウルトラマンゼロですけれども、ウルティメイトブレスとウルトラマンゼロがですね、もう一体化するという奇跡の、まあ、形態でございます。シャイニングになるまではね、ものすごい激闘を経て、この姿になれたということで、熱い展開なんですよね。パッケージがずずい。ゼロ10周年のロゴに、魂ウェブ商店 SH フィギュア2、バンダイのロゴと、シャイニングウルトラマンゼロの実写のお写真と、そして後ろ側には、フィギュアのシャイニングゼロのお写真。そしてシャイニングのメインカラーでもあるゴールドがパッケージとなっております。横側、反対側、背面がずずいと。シャイニングウルトラマンゼロの立ち姿や決めポーズ、そしてワイドゼロショット、お写真が載っております。ということで本体見ていきましょう。じゃんと、こちらがシャイニングウルトラマンゼロ本体となります。足元は黒に近いグレーで再現されておりまして、ググイッと上に行きますと、このゴールドをね、黒の、足にこのゴールドのね、模様がずらーっと入っているので、すごくやっぱこう、ゴールドのラインがね、とってもね、目立って綺麗ですよね。横側ズイッと行くと、シルバーが入っているのもとってもね、おしゃれで綺麗ですし、ググイッと上に行きますと、ものすごい、ゴールド塗装でございます。ふんだんにですね、このゴールドのラインが走っておりまして、これはやっぱりですね、なかなかボーイズトイフィギュアとかですと再現しにくい部分ですので、 SH フィギュアズでしっかりと再現してくれてるっていうのが嬉しいですね。で、ただのゴールドの模様じゃなくて、ちょっとこうデコボコしてるんだよね。ウルトラマンゼロやウルトラセブンの胸のプロテクターにも見えなくもなくもない、このデコボコとしたラインがずらーっと走っているっていうのもポイントで、ツルッとしてないんだよね。デコボコしてるんだよね。こういうところもね、しっかりとね、再現されてるのがポイントだと思います。シルバー、ゴールド、グレーのこのね、入り乱れる、このカラーリングっていうのが、とってもね、かっこいいですね。どうですか?とってもゴージャス。で、塗装がね、綺麗だね。とってもね、塗装がね、綺麗だなーっていう印象がありますね。そして腕にはですね、ひし形のクリスタルがついておりまして、こちらクリアパーツではなく塗装で再現されております。このね、肩、腕のラインにも走る、このゴールドがですね、しっかりと造形塗装されております。そして、一番目を引くのは、やっぱりこのカラータイマーだと思うんですけれども、シャイニングウルトラマンツールのカラータイマーの形はですね、本当にこうダイヤのような、宝石のような、形をしているんですよね。神秘性っていうのが感じられますよね。お顔でございます。シャイニングウルトラマンゼロの特徴といえば、ビームランプも、そして目も、ブルーとなっているんですよね。ここがですね、クリアパーツで再現されております。とってもね、綺麗なクリアパーツのブルーで、こう透き通ってるかのようなお目目っていうのが綺麗ですね。で、しっかりとですね、シャープな造形に仕上がっておりますし、ゼロビヨンド、そしてウルトラマンゼロ等々でね、発売されている、あの安定したかっこいいウルトラマンゼロのお顔が、シャイニングウルトラマンゼロにも継承されているなーっていう感じがしますね。でもね、やっぱりお顔の再現度がね、高い。こう、ドアップで見た時もね、あ、かっこいいなーって思えるフィギュアはいいですよね。はい、そしてゼロスラッガーシャキンと、ここはまあ破損に注意ですけれども、しっかりとですね、鋭く尖っております。指に刺さると痛いぐらいに鋭いですね。ぐるぐるぐるーっと後ろの方行きますと、案外ね、後頭部角張ったデザインになってるんですね。カクカクカクというね、こう面を強調したデザインになってるんだな。シャイニングウルトラマンゼロ背中までしっかりと再現されたフィギュアっていうのは今回が初めてではないでしょうか。旧ウルトラヒーローシリーズでもシャイニングウルトラマンゼロを発売してはいるんですけれども、ゼロダークネスとシャイニングウルトラマンゼロですね、塗装省略されてしまってるんですよ。なので、それ以降もね、シャイニングウルトラマンゼロも何度か商品化することはありましたけれども、やっぱり塗装省略されていましたし、多分今回が初めてウル塗装シャイニングなのかなと思います。ぐぐーっといかがでしょうか。
背面もですね、とってもゴールド、シルバー、グレーのラインが細かいです。そしてモールドもめちゃくちゃ細かい。こんな背中になってたんだなーってね、思いますね。そして可動なんですけれども、基本的には他の SH フィギュア2ウルトラマンシリーズと同じ箇所が動きますし、動いてはくれるんですけれども、今回ね、関節の渋みがめちゃくちゃきつくてですね、股とか膝あたりだったら、関節が硬い分にはいいんですけれども、肩関節がありえないぐらい硬かったんですね。めちゃくちゃに硬くて、で、シリコンスプレーを吹きまくって、ようやくですね、ストレスなく動かせるところまで、解消されたんですけれども、肩関節が本当にね、硬くて渋くて、これはね、めちゃくちゃ遊びにくかったですね。あとやっぱ足首かな。足首もね、すごくね、渋みがあって動かしにくいんですよ。だから、うまく設置ができなくて、結構倒れやすいなと。だから、ほんの少し足首にもシリコンスプレー拭いて、多少柔らかくした方が立ちやすく、てか立たせやすくなるかなーっていう感じがしますね。あとは、まあ、若干上向かせた時に首が長く見えるかなっていう印象はちょっとありますね。シリコンスプレーで、ある程度可動の渋みを解消すればですね、他の SH フィギュア2ウルトラマンシリーズと、変わらない可動なので、すごくですね、いろいろなアクションをさせることができます。付属品の紹介。グーの手、パーの手、さらにアクションのついた開き手、なんか再現するときに使えそうですね。2本指を立てている手、人差し指を立てている手、これはもちろん孫うことなき、お前だってウルトラマンだろうがに使える手ですね。そして今つけている開き手となっております。今回手首パーツ本当にこだわっているなーっていう印象がありますね。というのもどの開き手もですね、ピンと伸びた開き手以外流用感がないというか、シャイニングウルトラマンズの特有のすごい神秘性のある手の開き方ってあると思うんですよ。そういうところをですね、しっかりと今回再現していて、手首パーツがね、とってもね、造形がいいですね。あとはやっぱり、お前だってウルトラマンだろうが、ね、ゼロファイト第2部でも一番印象的な、あのシーンを再現することができる、人差し指を立てた手首パーツですね。これもしっかりとついているのが、とってもね、嬉しいですね。そして、ワイドゼロショット用のエフェクトパーツでございます。こちらは、シャイニングウルトラマンゼロにパワーアップしたことによって、ワイドゼロショットのこの構成の威力っていうのがパワーアップしているっていうところを再現していていいですね。黄色、オレンジ、で、ちょっと薄いオレンジになってまた黄色みたいな、このね、グラデーションになっているのがいいですね。で、手元がね、白くなっていますね。シャイニングウルトラマンゼロのデザインの関係上、袖のようなデザインになってるんですね。なので、このね、袖の部分が若干邪魔してですね、手首交換が若干やりにくいかなと、光線のね、幅が広いワイドゼロショット結構つけにくいかなといったところがあります。はいはい、ということで今回は SH フィギュア2シャイニングウルトラマンゼロをご自宅ご紹介いたしました。可動の渋み、個体差なのか分かりませんけれども、あとは若干ね、手首パーツがつけにくいですとか、そういうところはあったんですけれども、このシャイニングウルトラマンゼロのすごく複雑なデザインっていうのをちゃんと再現していて、そしてカラーリングもとっても綺麗で、でなおかつシャイニングウルトラマンゼロのフル塗装フィギュアってこれが初だと思うんですよ。なのでそういうところも含めて、とってもね、満足できる仕上がりとなっておりました。まあ、そう、先ほど言ったね、可動に関してはシリコンスプレーを使えば解決したので、僕的にはもう大丈夫かなといったところですね。で、やっぱりこう手首パーツがね、とっても豊富なので、シャイニングウルトラマンズの特有のこのスッとした美しい佇まいっていうのを手首パーツで再現できるっていうのはとっても嬉しいですね。そして、来月はですね、ウルトラマンゼロ10周年スペシャルカラーバージョンの今度はフィギュアツが来ますから、ゼロのフィギュアツがたくさんね、来ますね。ただね、僕的にはですね、やっぱね、シャイニングの力を使ってストロングコロナ、ルナミラクル、ウルティメイトイージスをですね、時間を戻してね、買いたいなってね、買ってくれなかったなーってすごく後悔しております。買ってあればね、ウルトラマンゼロのね、携帯をね、ずらっと並べて遊ぶことができたんですけども、後悔しますね。はい、ということで以上、ベイキャチャンネルのお届けでございました。それではバイバーイ。